ちは。こんにちは。ね。ねえ。ねえなんだよ。ねってきたから。ねえ。まあまあトライアウト、はい、まあなんていうの、戦力外通告を受けた人たちが、まあ前の動画でもやったんだけど、うん、まあトライアウトを受けるというね、その監督にまあ清原和博がなったということでね。ちょっと驚いたんですけど。まあ記事になってるよね。はい、そうなんですよ。戦力外となった NPB 選手、そしてアメリカのマイナーリーガーらを対象に、プロ野球復帰や海外リーグ挑戦などセカンドキャリアをサポートすることが目的なんですけれども、その監督に清原氏が起用されたということで、やっぱ読ますとうまいね。ありがとうございます。多分アナウンサーだなと思ったよ。あ、嬉しい。もしここでなんか速報が入ってきたりしたら、私すぐ対応できるので、その時は速報は入らないと思う。入らない？速報は入らないと思うよ。じゃあセカンドチャンネルでなんか早口対決とか早口言葉とか。いやそれしないけど。しない。しないんだけど。まあでも球界復帰の第一歩ということから考えるとね、ああすごく嬉しいニュース。で。清原とは、はい、自主トレも一緒にやったことあるの。あ、そうなんですか。そうそう、熊本でね。それって豊さんがまあ現役の時。現役の時。もちろんもちろん。ハムじゃなくて太陽の時。太陽の時。うん、で清が西武の時。はい、あ、はいはい。で一緒にやろうかっていうことになって、はい、熊本で、はい、自主トレをやったわけ。へえ、うん。で清原の特徴ってさ。はい、必ず第1球目、その年の第1球目の T って空振りするんだよね。え、どういうことですかそれ。お、普通当たるじゃないですよね。絶対空振りするの。え、それわざと？わざとじゃないの。たまたま？たまたまじゃない。たまたまっていうか。なぜ？絶対空振りするんだよ。はい。でびっくりして、はい、今日まあ本当マジかって言ったら、はい、いや僕。はい、その年の毎年空振りするんですよっていうのがものすごい印象にある。知らなかった。で俺らなんかガチやってたから、はい、自主トレを、はい、で清が来た時にはびっくりしてて、うん、こんなに真剣に自主トレやってんですかっつって、はい、まあそれから目の色を変えて真剣にやり始めたという、うん、まあ記憶があるけどね、はい、でもやっぱり記録を見ても、うん、記憶をたどっても、はい、すごい選手だったよね。そうですね。もうその学生の時から好きだったですね。ずっと注目され続けてな。で、まあ4番をずっと張り、まあ数字を残し、まあ無冠の帝王というふうにまあ言われたけども、でもみんなの記憶にはね、素晴らしい記憶が残ってると思うんだよ。まあまあね、ああいう事件が起きて、ちょっと球界からはこう離れるような形になったけど、はい、これがいいきっかけになってね、はい、やっぱりさ、なんか悪いことしたらもうもういいじゃなくて、今の世の中がちょっとそういうふうな感じになっちゃうんですけど、でも手を差し伸べて構成をさせてあげるというね、はい、その第一歩をこう NPP が作ってくれたっていうのはさ、まあすごく嬉しいニュースだったんだよ。ファンにとっても、あ、待ってましたっていうファンの方もいらっしゃったと思いますよ。いや、それでYouTube チャンネルの中でも「清原呼んで」とか「ね、呼んでください」とかいろいろ話はあるけどね、でもこういうことがきっかけにまあメディアだとかいろんなところに出ていけるようになれば。そりゃ人間ってさ、間違いもあるよ、そりゃ。長い人生そうです。でもその引き返せない時もあるかもわからないけど、でもこうやって周りがサポートしてあげてね、構成をさせてあげるという、まあもう構成はしてて、はい、気持ちも入れ替えて頑張ろうとしてるから、おそらく受けたんだと思うしね。そうですよね。清原さんのコメントが載っていて、まあ正直驚いていますと、で野球に携わることができて感謝の気持ちしかない、でその大勢の報道陣を前にその記者会見があったんですけれども、甲子園よりも日本シリーズの打席よりも緊張しました、頑張りますのでよろしくお願いしますっていう、こうなんか初心に立ち返るというか、そういう気持ちがすごく。いや清原ってすごく詩人だからね。それものすごい言葉っていうのは使い方がうまいというか、でもまあ何よりも清原が嬉しいだろうね。そうですよね。まあ応援もしたいと思うし、なんかできればね、はい、まあチャンネルとか呼んであげて、はい、まあ野球を語りたいとかも思ってるしね。きっとそうでしょうね。まあ片岡に怒られるかもわからんけどね、先に呼んだら。あ、先輩。そうですよね。清原さんとか言って。あ、そうですよ。だってずっと清原さんの弟子みたいな感じ。いやもう部屋語だったから。あ、ついてたんですね。だからまあいろんな思い出話もね、まあ聞きたいし。そうですね。ただやっぱ目立つよね。何をしてもトライアウトをしてる選手たちが一生懸命いるのに清原目立っちゃうっていう、確かにマスコミはそっち取っちゃうんですよ。だよな。そうなんですよね。主役は違うんですけどね、本来はね。ただ勘が鈍ってながらいいけどな。あ、その見る目がってことですか。見る目というか、清はまあ例えばじゃあ次代打とかね、ピッチャー交代だとか、そういうのがスムーズにいけばいいなっていう。まああたふたしてもいいんだけどね。それはそれで絵にはなるし、だからまあ思い切ってね、トライアウトを盛り上げてほしいなっていうふうに思うよね。そうですよね。で、そこで盛り上がれば、そのトライアウトでね、引っ張られた選手の活躍にもつながるかもしれないし。まあアクシデントがないように、そうか、こういったね、まあこういうアクシデントにもこうね対応していく柔軟な姿勢っていうのは求められますね。そうですね。普通切っとくけどね、音はね、社会人の常識としてね。そうですね。時々あるのはこういうイレギュラーがね。そう。あとだコメントでも救急車が良くなりますねとか。それはさ、まあ都会だからしょうがないよね。そうなんですよね。ここど真ん中に実はね。ど真ん中に大体あるわけだから。それ救急車も通るっつうの。そう。で後ろでハトも鳴くっつうの。鳴くっつうんだよ。ね。ましたもん。ハトの鳴き声が気になって話が入ってきませんっていうね。でも鳩のあれは聞こえてないと思うよ。なんかでもね、薄く乗っかってるんですよ。あ、そう。聞いたの？あ、聞きました。薄く乗っかってます。本当にどのぐらい薄く？いい勝負。いい勝負じゃねえよ。いい勝負です。いい勝負じゃねえよ。まあでも11月30日に神宮球場でね開催されますので、ゆたこさん見に行ったりとかは？11月30日は土曜日かなんかでしょ？まあ、違うちょっと何曜日かまでは多分11月って31日ないもんね。ないです。だから30日は佐々木と野球教室だ。ああ、じゃあでもほら佐々木さんってね、やっぱり清原さんとすごく親交ある方ですから。いや、親交あるっていうか、佐々木が手を挙げて私が面倒見ますってね、請負人になりますっていうような形で手を挙げてね。まあ彼らは同級生だから。そうですね。だからまあ片や神宮でやり、片や野球教室をねやり、まあそこに俺も手伝いに行くんだけどさ。不思議な縁というか、なんか同じ日に野球に携わるっていう。でその時に佐々木がこの YouTube に出てくれるという。すごく楽しみ。佐々木さんって YouTube これまでないですよね。ないない。どんな話するんですか？いや、10万登録いったら「出川さん出ますね」とか言ってて、もうそろそろ15万になるからね。あ、じゃあもうバッチリじゃないですか。いやいや、出てくれるんだけど「いや出ますよ」って言ってますよっつってマネージャーから連絡もらって「で時間は?」って言って「まあ長くて1時間半取っといてくれたらありがたいですね」って言ったらそれから返事がないんで。あれ長えとか思ったんじゃないですか。10分ぐらいでもったいないよな。佐々木さんに10分もったいないです。1時間半たっぷり聞きたいですもんね、いろんなことを。いや本当本当。だって一緒にね。でまあ今日のことも聞きたいしさ。そうですよね。なあ、だって手を差し伸べたんだもんね。まあ勇気ある行動とやっぱ友情にね。そうですね。友情のことをこう喋ってほしいけどね。そうですね。だからまあ楽しみだよ。でも11月30日だから神宮が結構人でいっぱいになるかもわかんないよね。だといいですね。いやいや、そうやってやっぱまだまだね、諦めないで頑張るっていう人をやっぱ応援してほしいよね、みんなで。そうですね。その球団垣根もう取っ払っちゃって野球を愛してるんだ、まだやりたいっていう人になんか背中を押してあげたいというね、うん、そこに清原が監督としているということ、うん、だからまあ素敵なまあ素敵なって、まあ、選手は必死だけどさ、はい、なんか盛り上がる、うん、そういうこうトライアウトに、はい、まあしてほしいなというふうに思うよね。そうですね、うんうん、だから清原見て緊張する選手もいるだろうしね。清原さんなんだよね。いや、いるでしょうね、きっとね。でもそんなことで緊張してたらダメね。5万の中ではプレーできないから、堂々ともう自分のプレーをね、まあ期待をしています。はい、はい、皆さん頑張ってください。頑張ってください。